Hello， 大家好，我是鹿角，我现在在羽田机场，因为我现在玩到从九州来东京找我了，耶、yeah! ！所以我现在在偷笑自己等他，好期待哟、哦，文达。久々だね。あなた人見知りしないでくれる。我完全不习惯、欸，我每次都这样，就是只要跟文当一下不见而已，就是我就会觉得很尴尬，我就觉得忘记他了这样。いつもね、ルちゃんはね、すぐこうなっちゃう。现在我们两个到了这次要住的饭店，走吧。走吧。見てあそこ。ここ18階。哇。下見える？なんかちょっと怖いね。我们进去之前呢，这里有贴一张纸说已经进行清扫跟消毒了。哇，谢谢。哇，我们这次订的房间呢是晚上看得到东京铁塔的房间。哇，すげえ。めっちゃいい部屋。而且它房间好大哦。好大。部屋好大呢。なんか夜楽しみだね。東京タワー見えるから。東京タワーのね。塔克西米浴室也很豪华哎，这里有一个独立的洗面台，浴缸是有泡泡的，然后呢，シャワー室在旁边，淋浴间，然后旁边这里又是厕所。この大理石みたいなまた高級感ある。しかもこれジャグジー多分泡出るやつだよこれ。すごい。しかも今回はなんかすごい特安のパッケージチケットみたいなやつで買って安かったんです。ねえよかった。こういうのいいね。普段絶対自分住まないところね。ね。我跟文当现在要去吃我们两个之前庆祝周年的时候吃的火锅店 ，Love です。三年ぶりぐらい楽しみ。文当很喜欢吃这种是。单纯享受肉的原味的しゃぶしゃぶ。しかもここはねポン酢じゃなくてねだしなの。それが美味しい。这个是我点的柚子茶。当。可愛い。乾杯。好。那这个呢是他们的前菜三色豆腐，这个我记得很好吃，我很喜欢。生的金针菇还有菠菜，跟我们的火锅。咕咕咕咕咕咕。这里的特色就是会加很多葱进去，在涮肉的时候再加一点葱，然后再沾他们的达西一起吃，就很好吃。他们这里呢还会帮忙涮肉。今天是文当说想吃涮涮锅，我才跟他来吃的。看他这样子很期待，我也觉得很开心。像这样子沾了酱啊，就这样子一起吃也非常的好吃，美味しい。今食べてる白ネギはね、食べるとね血液がめちゃめちゃサラサラになる。だからねこれを全部食べると体中サラサラになる。健康になるね。吃完饭跟文当来逛 Love， 然后文当说他要挑一支笔送我，让我工作的时候用。一番いいのはジェットストリームが書きやすい。だからルちゃんに買ってあげたい。谢谢。我们饭店的旁边就是东京铁塔，好漂亮哦。怎么啦？在看什么？ナメクジ。ゆっくり歩いて。ほら。可愛いね。すごい時間かかるよ。本当だ、動いてるね、遅いけど。大変だよ。こういう？こういう。見てイルミネーション。いいね。好漂亮よ。好漂亮哈。东京铁塔真的是很神圣ね。なんか俺スカイツリーより好きだよ。私も。東京タワーなんかロマンチック。ね、ロマンチックだよね。部屋また見れるんだよね。そう、楽しみ。え、楽しみ。你要不要下来？大家好，大家好。那我们两个现在呢，已经回到我们住的地方了。我们刚才呢，在外面吃了好吃的涮涮锅，然后又去 Loft 买东西。これはね、ルーちゃんの仕事用で買いました。谢谢。結構ね、白くて綺麗だなと思って。で、実際に書いたら書きやすかったよね。うん。だからね、これにしました。ありがとうございます。然后有很多颜色，那我跟文当觉得白色的话呢，看起来是。比较优雅一点的，所以文章就帮我选白色。瑞展你要，谢谢。然后呢，我们两个又去了便利商店。便利商店呢，买了一个冰淇淋盖，文章已经把它吃掉了。然后还买了一个杏仁饮料，这个我很喜欢喝，我觉得它蛮好喝的。鱿鱼，文章非常的喜欢吃鱿鱼。お酒と飲んでもいいけど、お酒なくてもこういうつまみだけ買っちゃうんですよね。啊，我发现我们忘记跟大家讲。見て夜のうちの部屋の東京タワー。噠噠
すごい綺麗なんですね。綺麗、なんか人だと全然違う感じで担当しました。之前在庆应年别科下课的时候啊，都差不多是晚上六点，然后一出校门就会看到东京铁塔，没有这么大，但是也是非常的清楚，就会觉得很感动。虽然跟东京铁塔也不是说有什么很特别的回忆，可是每次看到这个看起来很浪漫的橘色的光，就会觉得内心很多情绪都被牵动，就会觉得很感动。俺はね、最初に東京に来た時がね、東京タワーすごいっていうのを聞いてね行ったんですけど。めちゃめちゃね、感動したの最初。ふーちゃんの顔、めちゃめちゃキレてる。今見るとね、あ、俺も大人になったなと思って、うん、昔新しく感じてた東京タワーがね、今もうスカイツリーができてね、うん、まあ古いとまではいかないけど、やっぱなんかレトロな感じがね、出てて、うん、まあそれがまたいいなと思って。まあでもこうやってね、また大人になってね、また好きな人と一緒に見れるようになったのはすごい感動的なことだなと思います。我也是。好，那今天呢还有个重头戏，因为我跟文当暌违很久才见面，就讲这个妹卡故事的。就嘛的呢？十九、八、七、八、八、九、十。六、七、八、九、十。好，拜拜。就讲了，誕生日プレゼント。哦。一月一緒にお祝いできなくてごめんなさい。忘れてた。まあでも動画で見てたんですけどね。手渡ししたいと思って。すごいなんかおしゃれだね。すごい上品だなと思いました。なんかすごい綺麗。ありがとうございます。開心。開心の、你開心我就開心。いいよ。お。把东京铁塔切一点，来照一下文章的礼物。お、めちゃめちゃ綺麗。え、開けるのもったいない。わあ。わあ。超綺麗。ダダーン。今のふーちゃんの年にふさわしい。そう、名刺入れ欲しかったの。色的にあんま主張してない感じが好きなの。使いやすいね。ここもちゃんと開けるとこがある。名刺をね渡す機会が最近多くなってね、やっぱチームどんどん上がってきてるから、いろんな人にね渡す機会が多いで、昔から使ってたやつも結構ねボロボロになってきたんで、ちょうどよかったなと。名刺入れは本当社会人にとって重要なんだよね。最初の印象、そう、その名刺自体が俺みたいなもんじゃん。うん、それを入れるものっていいものじゃないとって思ってね。確かに。ありがとうルちゃん。喜んでくれてありがとう。超開心。你開心我就開心。超開心。谢谢。这么開心啊。実はね、僕からのプレゼントがあるんですよ。知らなかった本当に。なにこれ。これはお土産です。ありがとう。嬉しい。前ね大分に行く機会があったんでお土産買ってきました。我那每次都会买お土産给我。まずこれ、ズレン、地獄プリン風味のラングドシャ。ルーちゃんプリン好きなんでね。ありがとう。一緒に食べたい。ね、一緒に食べよう。あともう一個、これはねルーちゃんがめちゃめちゃ好きそうと思って買ったの。ズレン、鶏天の塩ポテトなんですよ。ポテトルーちゃん好きじゃん。うん、好き。しかも鶏天、ルーちゃん大好きな鶏天。鶏天も好き。いや最初もう出すとかなと思ってた。これね。文章每次都说我长得很像鸡，然后看到很多说插画小鸡，就说很像我。我一开始还以为他是笑我。多分ねインスタグラム上げるとしたらここにルーちゃんのタグがある。え、一緒に食べたい。ね、これルーちゃんにサプライズで買いました。ありがとう、めっちゃ嬉しい。イエーイ。お、クッキーだ。来，我就叫你吃东西。这个呢是文当买的地面风味的布丁饼干，那我们来吃吃看。它就有点像是那个白色恋人的这种包装。白い恋人のプリン味みたい。美味しい。哦，よかった。谢谢文当。不客气。不客气。不客气。隔这么久没见面，再看到文当真的是很开心。でも文当ももうすぐ東京に帰りそうだから楽しみ。うん、楽しみにしといてください。好，那因为现在时间已经有点晚了，我们两个也想说要休息一下，然后也想要聊一下在我们没有见面的时候啊，我们身边发生的事情什么的，就是一起共有一下我们两个的时间。文在看东京铁塔。好，那这个影片就先这样子哦，谢谢大家一直陪伴我们两个，希望文章可以快点回到东京，应该是蛮快的吧，到时候我们再拍更多影片给大家看。把文章给遮住了，那我们就下次影片再见，拜拜，谢谢大家，拜拜。君と